世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。桜が咲き始めて各地はもう、この人々でいっぱいです。ちょうど中部から帰ってきたところですが、中部のこのロードが混んでいること、桜が咲き始めると渋滞するんですね。それで今日の聖書の箇所を言いたいと思います。主は主の御声に聞き従うことほどに全所の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。ここからお話をしたいと思います。私はですね、神様に従って完全開拓のそのような教会のスタートをいたしました。経済的なバックは なく、そして200万弱の私の預金だけが一つの確かな支えだったんですね。もちろん神が支えであったんですが、金銭的にはそういう状況でした。でその時にですね、私は、私の給料として10万ということを主に示されたので10万でやることにしたんですね。でそうしましたらですね、岡丸牧師が突然私に言ってきたんですね。この教会の牧師として導かれていると。いや私はと思ったんですね。でこの教会の頭はキリストですから、私は祈りました。そうしましたら神様が言われたんですね。この牧師として私が導いている。そうしますと開拓教会で人が集まるかどうか分かんないのに2人の牧師となったんですね。そして主が言われたんですね。岡丸牧師の給料10万円とこう言いました。とこう思ったんですね。それはなぜかっていうと、200万円弱の預金があって教会の会計がどうなるか分かんない状況の中で10万円出すことを出すことによってですね、なるべく伸ばそうとしたわけですね。ところがもう10万円出すと20万円ということになります。そうすると持つ期間も半分になってしまうんですね。でこれは大変なことだと思いました。この1年も持たないじゃないかっていう、こういうふうな感じだったんですね。しかしね、主はそう言われたんです。そして神様が言われたので私たちは従うことにしました。そして破綻したらもう破綻した時の話だと思ったんですね。そして進み始めた時に何が起こったのかっていうと、主が支えられたのですね。そしてですね、神様の豊かな恵みをその中で見ることになりました。主に従う時に主が働かれます。主の栄光の現れは完全なものです。どうもありがとうございました。